はい、速稼塾の久保でございます。一応ですね、河合克行、河合案里事件に一つの決着がついたということになりますかね。河合克行容疑者が自分のね、罪状を認めて議員辞職ということでございますけども、結局これね、最初からそう言っとけよってことなんですよ。でずっとね、引き延ばして、できるだけ歳費をね、引っ張っておいて、まあ、法務大臣ですよ、この人。法務大臣っていうのは死刑囚の死刑宣告ができる立場の人なんですよ。死刑の実行をしろと命じる人なんですよ。命に関わるような、まあ、法のね、最高権力者にいながらですよ、こういうことをするわけですからね。本当、自民党ってろくでもないかなと思いますし、まあ、選挙の買収っていうのでね、その買収にやすやすと応じてしまった広島県議も存外だらしないと思います。でバレたから後になってね、自白してももう遅いわけなんですよ。もう本当になんかね、こういうことばっかりやって、総務省の接待問題とかもありますしね、後ろめたいことがあるからってごまかすわけなんですよね。だいたいこうね、賢い人が揃って賢くないことをしてるわけですから、ひどい話ですよね。で国民はね、みんな許さないと思いますよ。許すやつもどうかしますけどね。私はね、もう同じ広島に住んでいて、街で見かけたらね、まあ直接何かはできませんけどもね、法治国家なんで。法を破った人間に対してすら、法を破ることは許されないですからね。ただやっぱりこうね、もう念力を送ってやりますよ、念力を。この野郎みたいなね。いや本当にね、もう何と言いますかね、自民党っていうのはね、なんでこうなんですかね。まともな人いないんですかね。それに投票する人がいるっていうのもね、困ったもんですよ。選挙への信頼を損ねてしまい、弁解のうちは全くありません。どうしてくれるんだよって話ですよ。次の選挙もどうせ自民党は買収して詐欺してんだろうと私は思いますからね。自民党の字の字を聞いた瞬間に、あの買収の人たちねみたいなね、十把一からげになります。河合克行氏のせいでなります。私は少なくともそうなりました。とんでもないなと思いますよね。かつてね、民主党が政権を取った時に、そして下野した時にですね、小川淳也議員は言いました。民主党は国民から信頼を失った、それだけではなくて、国民は政治に対しても信頼をなくしてしまった、その罪を背負っていかなければならないみたいなことを言ってましたけどね。本当にそれはね、深い反省の末に出た言葉じゃないかなと思いますね。ただ自民党にはね、反省と改善がないですからね。なんでこうなっちゃったんですかね。期待して票を投じたはずなのにな。もう法務大臣がね、あれもそうですけどね、森雅子法務大臣も、の例の黒川事件に対しては本当とてつもない二足三文だったと思いますよ、私は。であと法務副大臣ですか、ヤンキー先生、権力に立ち向かってくれよ。どう考えてもヤンキー先生、あんたがね、ヤンキーにね絡まれる番だよ今度は。そこにいて何座ってんだろうと思いますよね。いやということでね、まあ一段落ついたと思いますけども、これで忘れてはいけないなと思います。この河合克行という名前、河合案里という名前と顔、これはね、私はね、一生忘れないと思いますね。そしてそれに加担した広島県の、まあ議員の皆さんね、忘れないですよ。私はね、もうこのことを伝え続けますからね。もう恨みとともに、恨みとともに伝え続けるぞ。もういや、恨まれて当然でしょ、こんなことして。だってそのモラルとかいうものではないですよ。もう法律を破るわけですからね。何なんですかね、破った上に、ずっとだんまり決め込んでギリギリまで銭儲け、歳費をかすめ取っていくわけですよ。で自民党もあれでしょ、菅総理が言ってましたけども、返還する仕組みがないっていうことでもらい得なわけでしょ。困ったもんですね。河合克行帰国、一点買収認める。
当選を得たい気持ち、もうね、公民権は永久剥奪ですよ、こういう人は。なんだ、広島のね、湯崎知事、広島に住民票を取らせるんですか、この人たち。もういいでしょ、どっかなんか広島以外の温かい、ね、こういう人でも迎え入れてくれるのは、罪人を迎え入れてくれるところで住民票取ってくださいと心の中で思いながら。いやでも人を恨む気持ちってのはね、何も生み出さないんでね、こんな発信をするべきではないと思っているんですけども、いやでもそのぐらい、ショックでしたね。まあ、自民党を応援していた身としてですね、自らが恥ずかしいですね、私はね。もう自民党を応援することはないでしょうね。そして自民党を応援する人を応援する気持ちもないでしょうね、きっとね、これはね。さよなら自民党、さよなら。